はい、グツイです。こんにちは。今日はですね、コーヒーを、入れるっていう、この気楽に入れるっていう、シリーズでやってきたんですけど、新しい豆が手に入った時じゃないと、なかなかこの入れ方にパターンがあるって言っても、正直ネタがあんまりなくなってくるわけです。で、だからといってそれのためになんかこう一生懸命豆を買ってストック増やしていくとかいっぱい豆その買ってパターン増やしていってもしょうがないんじゃないかなと思って、あんまりただ喋ってるだけで作ってるだけでコーヒー入れてるだけであんまり役に立つコンテンツじゃないなと思いまして、今日はちょっと新しい試みをやろうと思います。で、豆は、ブラジルセラードのブルボン PBA で、ペーパードリップをしていくんですけど、ちょっと今回から話をしながらね、入れてみたいと思います。ちょっと話に集中するんでコーヒーの方はあんまりこう注力しないかもしれないんで正しいというかコーヒーの入れ方について知りたい方は前に取ったこの同じ豆を使ってペーパードリップでたどうかこちらに上げておきますんでこちらご覧ください。じゃあですね、第1回ということで、何を話そうかということなんですけど、私留学経験、イギリスに留学の経験があるんで、その時に失敗したこととか、こんなことがあったみたいなのを話して、誰かの役に立ったらなということを話していこうと思います。で、まず最初なんですけど、これで入れていきながら、やります。最初なんですけど、イギリスのオックスフォードというところに、半年間、行ってました。会社の研修ということで行ったんですけど、当時ちょうど、一緒に行くメンバーが他に2人いてですね、そのうちの1人は全く同じ、語学学校で、もう1人は同じ語学学校の系列なんですけど、違うところ。私が行ったところが、オックスフォードリージェントという語学学校のオックスフォードの方ですね。で、もう一人が行ったところ、私ともう一人二人がそのオックスフォードの方で、ちょっとこれ言ってみます。もう一人が、もう一人がケンブリッジの方に行ったんですね。で、日本から、その時高知県に住んでたんで、高知空港から、高知龍馬空港から、羽田空港に行って、で、成田空港から、イギリスのヒースローに向かう便だったんで、成田に行かなきゃいけないんですね。で、最初の、注意点というか失敗なんだったんですけど、海外旅行なんですけど、国内の旅行も、しっかり見て、ポイントを押さえておこうっていうことが、一つ目ですね。っていうのがですね、羽田に着いてから、成田に、あれは電車だったかな、で向かってたんですけど、実際あんまり時間なかったんですよ。でも普通に Google とかで調べたら、経路を調べたら、そんなにちょっと乗り継いでいけば余裕で間に合うよみたいな感じで、国際線で時間は、ね、飛行機かかりますけど、準備するのに検査場とか、十分に間に合うなっていう感じだったんですよ。で、いざ行ってみたら、朝早くから出て疲れてたっていうのがあって、成田空港の手前で本当は一つ降りなきゃいけなかった、乗り換えなきゃいけなかったんですよ。で、乗り換えなきゃいけなかったけど、それを1個逃してしまって、でかいキャリーバッグとかも一緒に持ってたんで、
降りなきゃいけないところを降りずに1個通り過ぎてしまったと。で、まあ東京とかだったら、まあ、まだ、まあ、東京近いっちゃ近いんですけど、ちょっと通り過ぎても、まあ、戻りゃいいとか、他のそこからあの別の便で行けばいいんですけど、まあたまたまその降りたところが、そこからその主要なところに出る便がほとんどなくてですね、しかももうあの時間がだいぶ押してたんですね。ちょっと何時間前だったか忘れたんですけど、で、まあその JR の駅員さんに聞いてみたんだったかな、まあ、駅員さんに聞いてみたら、あのいやこっからだと渋滞もするんで、あのそのままあの鈍行のしか、まあ各駅停車のしかなかって、もうそれで行くしかないですねみたいな話になって、一応まあルートはあったんですけど早い便がなくて、まあドキドキドキしながら、まあまあなんとかあの検査場にはというか空港の、まあ、飛行機には間に合ったと。確かあの着いてもうあのちょっとこれ次のあの便なんでちょっと早めに通してくださいみたいなことをして多分出たと思うんですけど、まあそういう失敗がありまして、あの海外旅行なんですけど、あのまず国内出る時のこともしっかり押さえておこうというのが、まあ、一つ目のポイントでした。でもう一個はですね、あの今度は、まあ、ヒースローついてからの話だったんですけど、まあ自分の場合あのホームステイだったんで、まあ、ただし学校の方が結構まあよくできてたシステムで、会社の方もまああのいい学校を選んでくれてたんで、そのヒースロー空港からはあのまあタクシーというか迎えが来てて、まあその人があの送ってってくれるっていうことになったんですね。まあ、だからまあ自分当然自分のホームステイ先の住所はあのまあ分かってたんですけど、まあ私ともう一人か、まあ、T 氏という方があの一緒のタクシーで乗ってって、で、まあ二人とも、まあ、同じキドリントンというところか、オックスフォード、イギリスのオックスフォードのキドリントンというところに、村なのかな町なのかな、あのに、まあ、そのホストファミリーのホームステイ先があると。でそれぞれ違う家だったんで、まあ、送ってもらったわけなんですけど、まあなんかあのなんでしょうね、まあ、見た目ちょっとこうワイルドなタクシーの兄ちゃんで、まあ、でもあの、まあ、話しかけてみたら結構あの、まあ、日本車乗ってたんだとか、まあ、あのバイクに乗った川崎のバイクに乗ってたんだとか、あのホンダに乗ってたんだとかあの言っててですね、まあ、すごい親近感湧いたんで、まあ、私はあのまあライダーで、まあ、別 の, あのそっちのライダーのチャンネルもやってるんですけど、もうちょっとあっちの噂だけどな。であのまあそのバイクつながりってことで話も結構盛り上がってですね、車内であのすごいあの楽しく過ごしたんですよ。まあ黙ってもしょうがないなっていうんで、まあ、そういう風にしてたんですけど、あのもう一人 の, あの T 氏の方は、まあ、ほとんど英語とかも初めてだったんで、私は言うとあの私の方はというとあの、まあ、学生時代にちょっと留学生があの近くに行った関係で、まあ、片言で喋るみたいなことはしてたんですよね。あの、まあ、その方はイラン人だったんですけど、イラン人の A 氏というのがすごい、まあ、ひょうきんな方で、あのおごめん、ごまんとかすぐなんかこう冗談でお金を請求してくるみたいなことを言ってた人なんですけど、まあ、まあそういう人のおかげで、まあ、そこまでは片言では割と喋れてたんですね。で、まあ、実際その喋れたからあちょっと楽しいなみたいな感じでタクシーで送ってってもらってですね、で先にどっちの住所に行くんだっていうんで、まあ英語に慣れてる自分が、まだ慣れてる方の自分があの最後がいいだろう、最後残ってた方がいいだろう、だからさっきあの同行してた T 氏のホスト先、ホームステイ先に行って、で自分のところにしようと思ってこの住所が先だって言ったんですよ。でその住所は確かに間違いなく T 氏の住所だったんですけど、なんかその話の中で多分自分がうまく伝えきれてなくて、あの実際行ったのは先に、自分のホームステイ先を先に行って、でその後であの T 氏のところに行ってしまったわけですよ。で何が起こったかというと、自分たちは先にあの T 氏のホームステイ先だと思ってるんで、
本来は僕のホームステイ先だったところに僕はティッシュを、あ、じゃあちょっと頑張ろうみたいな感じで、じゃあみたいな感じで、でタクシードライバーと二人きりになって、まあもうちょっと話しながらこう進んだわけですよ。で、まあそのティッシュを降ろした時に、まあ、それが僕 の、 あのホスト先、ホストホームステイ先だったんで、あ、なんか穏やかそうな人たちだなって思ってて、あの、まあ、その TC の本来のホームステイ先はまだ行ってなかったんで分かんなかったんですけど、あ、なんか穏やかそうな人だ、あの人たちだったらいいなみたいなことを勝手に思ってたんですよね。で実際、本来の TC の TC を送った後で本来の TC のホームステイ先行ったらですね、なんか様子がおかしいんですよ。なんか電話を目の前でし始めて、あの僕はあのナイスメイチューみたいに言いかけてたんですけど、なんか変な雰囲気やってきたなと思ったら、タクシードライバーとその、TC のホストファミリーがなんか話し出してですね、タクシードライバーがなんかもうめっちゃ怒ってるんですよ。まあそれはあの間違えたんでこうスワップしなきゃいけないんで、あの余計な時間を食ったって言って、もうイライラしてるんですよ。で、あなたたち逆だからあの戻りなさいみたいな感じ でドライバーが今度僕をあのティッシュの下ろしたところ、僕のホームステイ先に行って、まあ、ティッシュを今度その人が連れて行ってみたいな感じでやったんですね、結局は。だからもうドライバーもだいぶ怒っててですね、あの最初は自分ら あのキャリーバッグとかをあのトランクに入れてくれたんですけどなんか入れてこう転がしてくれたんですけど、それをあのもう自分で持っていけよみたいな感じめっちゃ怒ってるんですよ。すごい気分嫌だなみたいな感じで思ってたんですけど、日本じゃなかなかまあイライラしててもまあ運んでくれますよね。まあその辺もちょっと甘かったなっていうのと、まあちょっと長くなりましたけど、あの今回のその2つ目の教訓はですね、あの自分のあのまあホームステイ先の、まあ、住所は当然まあ覚えておくこと、あとまあこれ3つ目になるのかな、そのホームステイ先に着いた時とかいうか、その周りに来た時に、まあ、分かんないんですけど、あのちゃんとあの住所を、まあ、その辺に書いてあるんで、あの見ておくこと、あの、まあ、これで伝えたからあ大丈夫だろうと思って安心してて、そういうことになったんで、あの順番とかもあったんですけど、あのちゃんと着いたところであの付近のこうアドレスというか住所をあの確認しましょうということでした。まあ初回こんな感じなんだったんですけど、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。このシリーズ、まあ留学体験に限らずなんかいろいろと体験したことを語っていこうと思いますんで、こんな風にコーヒー入れながら飲みながら語っていこうと思いますので、まあ、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。 Thank you for watching my channel. Have a good day and good coffee.